はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日はね、お昼ご飯、ちょっとね、お昼にはまだ早いんですけども、もう暑くてね、もうちょっと軽くね、冷たいものも飲みたかったんで、もうお昼にしちゃいたいと思います。で、今日はこちら、本舗タンメン中本さんの汁なし麻婆麺、あのセブンイレブンさんの冷凍のやつね。私これまだ食べたことなかったんで、買ってあったんですけどもね、今日はもう暑い日には辛いもの食べようかなと、今日これをいただきたいと思います。それとちょっとね、あのいつものカメラのね、ちょっと機材トラブルで、あの今日はスマホの方で撮影してますのでね、申し訳ないです。よろしくお願いします。今日はどうしよう、まあ飲み物ね、飲み物はジョッキ缶、スーパードライの生ジョッキ缶また用意しました。ではね、ちょっとまだお昼ですけど、先に失礼してね、シュワシュワで乾杯したいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯。開けるとすぐね、出てくるので、ね、泡が先にちょっと挨拶して、あー、もう出てきた、やばいやばいやばい、うんうんうん、できちゃって、では早速いただきたいようなんですけど、また泡がもうさらにまた出てきちゃって、もうすごいです今日は。ほっかかでは、これね、山椒入り、ラー油、辛いやつね、全部入れると北極ラーメン系統で、もちろん全部入れます。よいしょ。でですね、あ、そっか、先にちょっとニンニクを後で入れようかな。まずこれ食べてみよう。なんでひき肉とちょっとソースとかも入ってますね。よく混ぜた方がいいのかな。よいしょ。ではあ、おいしい。麻婆、まあ辛い。なんかちょっともうちょっとあれだな、ごまだれかなんかかければ簡単風になりそうな感じしますね。辛さはさすがに辛いです。もういきますね。さすがの辛さです。もういくる。美味しい、でも辛い。次にはぴったりですよ。ここで
つ、うん、これでどうかな、うん、わすごい、もうほっぺたのあたりからもう汗がにじんで、すごいすごい、やっぱさすがの辛さですね。味のやつもあるんでね、こっちまだ食べてないんで、こっちも楽しいんですよ。
今日の犬はこちらのね、セブンイレブンさんの蒙古タンメン中本の辛うま汁なし麻婆麺、こちらいただきました。今日最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、後で動画編集して発表したいと思いますので、ね、よろしくお願いします。